私個人の思うおすすめの治療院の選び方という、お金払えば口コミ書きますよみたいな業が未だに来たりします。こういうことを言うとですね、同業者の先生からひょっとしたら怒られるかもしれないんですけども、浅野環奈のおじです。環奈ではですね、視聴者さんから多くの問い合わせを毎日いただくわけなんですけども、その中でもですね、一番多いのがおすすめの治療院を紹介してくださいという内容なんですよ。ただですね、なかなかお伝えしにくいっていうのが正直なところでして、なかなかそうは言っても体がきつい中ですぐやっぱ治療院とか行きたいとか、こう施術受けてみたいっていう気持ちもあるかと思いますので、あくまでですね、私個人の思うおすすめの治療院の選び方というのをですね、いくつかポイントにまとめてお伝えしていきたいと思います。環奈のホームページにはですね、私と交友のある先生やですね、私の開催するセミナーを受講してくれた先生の一覧を掲載してはいるんですけども、なかなか全国をカバーしてるわけじゃないんですよね、残念ながら。なのでぜひ今からお伝えするポイントをですね、参考にして治療院探しをしていただければなと思います。ちなみにその定型の一覧はですね、動画下の説明欄に記載されている LINE のフォームからですね、友達になっていただくと見ることができますので、ぜひチェックしてみてください。で、全国でやっているあの出張環奈ですね、私やマキル先生があの全国各地に行って治療するという企画もですね、 LINE を通じて配信しておりますので、まあ、そちらもチェックしていただければなと思います。探す際にですね、大事なポイント、私が思う大事なポイントはですね、治療院探しの時に5つ、治療院に行ってみた時にチェックしてほしいのが3つになります。全部で8つのポイントを今からお伝えしていきますので、ぜひ参考にしてみてください。探す際に大事なポイントの1つ目が、経歴が細かく記載されている。で、2つ目が流派や所属団体、所属学会が記載されている。3つ目がポータルサイトの情報だけを信じない。4つ目、先生や院の SNS 情報もチェックしておく。5つ目が問診だけでもいいか聞いてみる。この5つですね。で、治療院に行かれてからのチェックポイントとしては、1つ目が院内と先生の服装に清潔感があるかどうか。で、2つ目が治療計画の立て方が一方的ではない、かつ先生が高圧的じゃないっていうところですね。で、3つ目がしっかり治療計画を立ててくれるか、そして生活習慣や栄養指導のアドバイスもあるかどうかになります。で、合計この8つですね、8つを参考にしながら治療院選びをしていただければなと思います。で、実際にそれを解説していきましょう。で、まず一つ目の経歴がちゃんと明記されてるかというところですね。私個人的にはここが一番大事かなというところなんですけども、どうしてもこの治療院業界はですね、未だに師弟関係っていうのが結構残ってる業界になります。っていうのも、いわゆる医療免許を取ってからはですね、正直なところ修行がやはり必要なんですよね。この鍼灸師、まあ、柔道整復師っていうのは、教育機関での実習制度っていうのがまだあまり充実してるわけではないんですよね。だから、免許は取ったけども、治療技術はよくわからないっていうのが現実でして、でどうしてもこう勤務先で修行する、いろんなセミナーで勉強するっていうのがどうしても必須になります。石の上にも3年って言葉がありますけども、3年ぐらい勉強して修行してようやく、まあ、患者さんをしっかり治せるようになるかなっていうのが、まあ、通例になっていたりもします。その中でですね、やはりこう修行先、誰から学んだのか、どこで勤務して勉強したのかっていうのは普通ならば書けるはずなんですね。ただなかなかそれが書けない先生っていうのも多くてですね、まあ、これにはいろんな事情があったりももちろんするんですけども、どうしてもこう修行先を辞めるとき、卒業するときにあまりいい辞め方をしていなかったとかですね、あとはこういろんななんか事情とかトラブルがあった場合っていうのがありますので、そういった場合はなかなかこうちゃんと治療院名とか修行先を書けないっていう場合が多くあります。未だにですね、あのブラック企業が多い治療院業界では確かにあるんですけども、ただやはりこの技術や知識を勉強する中で師匠と呼ばれる方っていうのは必ず存在するんですね。ただそれが書けないっていうのはちょっとやっぱり人間味の部分であったり、その経歴であったりする部分に不安があったりしますので、ちゃんとここがですね、どこどこでちゃんと修行した、どこを卒業したっていうのが書いてる先生、書いてる治療院っていうのは、まあ、安心できるかなっていうのが私個人の考え方になります。よくあるのがですね、大手治療院とか某有名クリニックで修行しましたっていう書き方なんですけども、これも中にはですね、あまりうちの名前は出さないでくれって言ってる先生もいらっしゃるのは事実です。確かにいらっしゃいます。ただ環奈にも複数の鍼灸師が過去に在籍していましたが、従業員弟子となる先生が活躍されるっていうのはやっぱね、すごく嬉しいんですよね。どういう形であれ、やはりいい先生、上手い先生はですね、この問診や治療計画の立て方で患者さんに寄り添うっていう姿勢も非常に高い先生が多いですので、まあ、そういった部分を判断するときにこの経歴を書いているかどうかっていうところは一つの判断材料として見ていただいてもいいんではないかなと私個人は思います。
2つ目がですね、資格や所属団体、学会名が明記されているかというところになります。医療っていうのはもう日々日進月歩で知識がどん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 進んで、今まで分からなかったこととかも分かるようになってきたりしています。なので昔はこうだったけど今じゃこうだよねみたいなことって結構いっぱいあるんですよね。特に栄養面であったり病気のこと、まあ、技術はですね正直そこまで進歩しません。我々の業界では手術とかですね、お薬とかはやっぱ日々進化するんですけど、我々の技術とかっていうのは、まあ、特に針治療なんていうものは中国の古典とか昔の古典を参考に治療技術を勉強していきますので、そこまでの進歩っていうのはそこまであまりないんですけども、ただ医療知識や病気の知識、薬の知識、栄養の知識っていうのは本当に日々進化していくんですよね。本当にもう数年前まではこれがいいって言われてたのに、なんか今じゃそれが悪いみたいなことも結構あったりしますので、ただそういったものを勉強するにはやっぱ学会に所属する、団体に所属する、セミナーに参加するっていうのがどうしても必要になります。なのでそういった部分でちゃんと勉強されている先生っていうのは何かしらの学会に所属しているとか、何かしらの団体ですね、まあ簡単であれば JFACE っていう美容神経の団体にもずっと所属して勉強していますけども、この団体もですね、ただ普通の団体ではなくて、やはり一般財団、一般社団というようなちゃんと公的な団体に所属して勉強しているかっていうのは一つ重要なポイントになります。で、資格に関してもですね、医療資格っていうのは正直そこまで数がないんですね。治療院業界の話で言うと基本的には鍼灸師、柔道整復師、あんまマッサージしやすし、もしくは医師になります。はい、この4つぐらいしかないんですよね。結構皆さんが耳にする資格としては整体師という資格はあるんですけども、まあ他にもカイロプラクターとかもそうですね。ただこの整体師とカイロプラクターは日本では法整備がされていないため医療資格ではないんです。ただこの整体師、カイロプラクターの先生の中にも治療技術も非常に高い先生は数多くおられます。私も何人もしてます。なので医療免許じゃない部分のところで判断するっていうのは正直難しいんですよね。難しいです。ただ医療資格を持っているということは最低限の勉強はしているというところの判断はできますので、それは一つの判断材料としていいかなと思います。もう一つ近しいものでですね、医療資格で言えば理学療法士の先生が最近整体師として開業されているケースも多く見られます。で、理学療法士も医療資格なんですけども、まあリハビリの先生ですね、病院の中でリハビリをしている先生の資格が理学療法士、作業療法士になるんですけども、まあ、こういった先生が最近整体師として開業されているケースも多く見られます。そういった部分でも医療知識はやはり勉強されておりますので、そういった部分は判断材料として一つの参考になるかなと思います。中にはですね、整体師の資格っていうのはもう1ヶ月ぐらいの勉強で取得できるっていうスクールとかもあったりはするんですね。まあそういった中でやはりいい治療院かどうかを判断するかっていうのはやっぱなかなか難しいので、一つは医療資格をちゃんと持っているかっていうのは一つの判断材料にされてもいいかなというところですね。で、次に3つ目ですね。これはポータルサイトの情報だけを信じないということなんですけども、ポータルサイトはですね、ある程度お金で上位表示させることができるっていう風な仕組みがあったりします。まあ全部が全部ではないんですけども、ただその未だにですね、うちのホームページにも結構営業が来るんですけども、なんかこう、有料でお金払えば口コミ書きますよみたいな営業が未だに来たりします。ポータルサイトは確かにですね、いろんな治療院の情報が掲載されていますし、参考にはなるんですけども、ただその表示内容っていうのはですね、結構お金に左右される部分っていうのがあったりします。もちろんそのお金がある先生が別に悪い先生ってわけではないんですけども、ポータルサイトの掲載基準っていうのは結構コントロールされている部分もあったりしますので、ポータルサイトの情報だけを信じずにですね、やはりそのホームページの情報、今からお話しする SNS の情報っていうのもチェックしてみるっていうのはおすすめですので、口コミ数が多いとですね、やっぱりこう安心はするんですけども、カンナもですね、なんだかんだともう口コミ数が Google マップの方だともう500件近くですかね、あったりしますけども、あれもカンナに来られた患者さんが全て書いていただいているものですけども、正直ですね、あそこまで増えるとうち僕もなんかちょ怪しいなみたいにちょっと思ったりもします。正直なところ、他の治療院さんがね数十件ぐらいで、うちだけなんか何百っていう数字があったりするので、それもですね、やっぱりちゃんと来ていただいている先生のところは口コミ数が多かったりします。で、実際に悪い口コミもあったりするんですね。大変申し訳ない部分ではあるんですけども、患者に来られた患者さんの中には満足できずに帰られる患者さんもいらっしゃいます。やっぱ全ての患者さんをですね治すことっていうのはやっぱりなかなか難しくてですね、できるだけ改善させようとはしているはいるんですけども、やはりこう満足できずにですね、思っていたよりとかいう結果はあります。なので悪い口コミがあるっていうのも実は判断材料の一つにはなります。どうしても先ほどお話ししたような、まあいわゆる桜の口コミっていうのはいい口コミばっかりなんですよね。大事なのはそのポータルサイトの情報だけではなくて、ホームページや SNS の情報っていうのもチェックしてみるっていうのは一つの妙案かなと思います。4
4つ目がですね、先ほどもお話しした SNS の情報をチェックしてみるというところになります。まあ、大体もうこのご時世ですね、SNS やってない先生の方がまあかなりレアです。主要なところで言ったら、まあ Facebook や Instagram、この YouTube なんかもそうですよね。まあ最近の TikTok されてる先生も多いとおられます。この情報の中で、ちゃんとこう更新してる先生っていうのは一つの安心材料として見てもいいかなと思います。どうしてもなかなかこう更新されてない先生っていう場合はですね、やっぱりこう活動的ではない場合があります。私もそうなんですけども、やっぱりこう勉強会とかに行ったりするとですね、やっぱなんだかんだ投稿するんですよね。懐かしい先生と会ったりだとか、新しい技術勉強中とかですね、そういったのは投稿したりしますので、やはりそういった活動がなかなか見られない先生っていうのは、あまり勉強されていないケースっていうのがありますので、まあ必ず SNS の情報というのはチェックしてみるっていうのは、まあいい先生に巡り会える可能性を高める一つの方法じゃないかなと私個人は思います。中にはですね、すごいアナログな先生もいらっしゃいます。特にもうずっともう臨床歴が長い、もう本当にもういわゆるゴッドハンド的なね先生方はもう正直 SNS とかをされてない先生もいらっしゃるんですけども、やはりもうほんのごく一部です。本当にもうなので、皆さんの地域でやられている治療院を探される際は、そういった Facebook や Instagram や、まあ、YouTube、TikTok っていう SNS もですね、同時にチェックするっていうのはぜひ一つの可能性を上げる方法としてですね、ぜひチェックしていただければなと思います。5つ目がですね、問診だけでもいいかどうかを事前に問い合わせてみてください。先ほども触れたんですけども、やはりこう全部が全部治せないんですよね。私もやっぱ苦手としてる症状ってありますし、正直鍼灸治療とか整体とかじゃちょっとその症状どうしようもないですっていう例は実際あります。なので実際に問診してみないと分かんない部分ってあるんですよ。患者さんに来ていただいて、お話聞いて、症状を聞いて、あ、これだったら改善する可能性ありますね、じゃあやってみましょうかっていう風なのが一般的な治療の流れになります。いきなりですね、問診なしで治療するとか、必ず治療しないと帰れませんみたいな、まああんまないとは思うんですけども、まあ、そういった場合は改善する可能性っていうのは正直わからなくなりますので、まずは問診だけでもいいですかとか、ちょっと問診してから治療内容決めたいんですけどいいですかっていうのはぜひ問い合わせ時にですね、聞いてみてください。整体や鍼灸治療っていうのはどうしてもこうクリニックとかお薬とか飲んでも改善しない症状でも改善する可能性があるというのはあるんですけども、全てが全て改善するわけではありません。なのでそういった部分は実際にやっぱ患者さんを見てみないとわかりませんし、話を聞いてみないとわからないというところがあります。同じ病気でもどんな薬を飲まれているのか、どんな経過をたどっているのかっていうので、施術内容や治療方針というのは変わってきますので、そういった部分は実際に見てみないと我々もわかりません。なのでそういった部分をまず問い合わせの時に聞いてみるっていうのも一つの方法だと覚えておいていただければなと思います。最後の3つはですね、治療院に行ってからの話になります。まあこれも一般的な話なので、そこまで解説する必要性もないかなというところではあるんですけども、やはり一つ目はですね、清潔感っていうのは我々気にします。まあこれはですね、教育機関でも細かく言われるんですね。私が卒業した教育学校はですね、まあ非常に厳しくて、もう全身真っ白じゃないとなんか授業とか実技も受けさせてもらえないみたいな。まあ白いっていうのは白衣とかですね、靴下も白、肌着も白、ハンカチも白、なんだったらパンツも白みたいなね、そんな感じの学校だったんですけどそれぐらいやっぱ清潔感って大事にされます。中にはその治療院ごとの先生の考え方とかポリシーとかもあったりはするんですけど、ただやはりこう清潔感っていうのもあったりします。そういった部分がなんかこう汚いなとかいう部分を感じたらですね、ちょっとこう疑いの目は持ってみてもいいかなと思います。逆にそういった患者さんの目のおかげでですね、治療院全体のこの清潔感とかしっかりしてる感っていうのが高まっていく部分がありますので、ぜひそういったところはですね、患者さんの目からも厳しく見ていただくっていうのは非常に我々も助かる部分ではあったりするんですよね。最近の患者の口コミでもですね、 YouTube で見てたイメージと院内のイメージが全然違ったみたいなこと書いていただいてですね、あ、確かにそういう風に見られるんだなっていう風な反省はあったりするんですけども、まあ、結果でその患者さんも満足していただいて通っていただいてはいるんですけども、清潔感っていうのはぜひ意識して見ていただくっていうのは大事なポイントではありますね。次がですね、治療計画が一方的ではないか、もしくは高圧的な言葉遣いではないかというところになります。先ほどもお伝えした通り、治療計画はやっぱ患者さんを見てみないと正直わからないんですよね。中にはこう治療内容がテンプレート化されていてですね、どの患者さんにも同じ治療をするっていう場合は確かにあります。そういった治療院はあります。それでもやっぱこうちょっと違ったりしますし、患者さんによってこの治療頻度とか施術内容ってやっぱり多少変わってくるんですよね。
なんかそれを一方的に先生が決めるのではなくて、ちゃんと問診があって、その上でじゃあこういう治療していきましょうかっていう提案がある治療院はいい治療院ではないかなと私個人は思います。ただでも問診時間っていうのはだいたい短い方でも30分ぐらい、長い方だとちょっと60分ぐらい取ったりするんですけども、それでちゃんと患者さんの状態とかを聞いて治療計画を立てて提案していくっていうのが非常に大切ではありますので、そういった治療計画をですね、ちゃんと患者さんと先生がお互いに立てていくっていうところをしているのはいい治療院ではないかなと私個人は思います。何よりも、まあ、高圧的な言葉遣いとかですね、態度っていうのはやはりこうあまりいい印象を受けないですよね。なのでこう患者さんに対してこうすごいこう上から、僕も結構ドクターと交流があったりしますけど、たまにいます、高圧的な言葉遣いのドクターとかもいらっしゃいますけど、やっぱあまりいいドクターじゃないケースが多いです、正直なところ。なのでちゃんとこう患者さんと同じ目線で喋ってくれる先生を選んでいただいた方が、結果いい治療になることの方が多いっていうのもお伝えさせていただきます。そして最後がですね、この治療計画だけではなくて、生活習慣のアドバイスであったり、まあセルフケアですね、あとは栄養指導、この3つがちゃんと含まれているかどうかっていうのも一つの判断材料にしてみてください。先ほどの視聴者さんからの問い合わせの中でもですね、今言ってる治療院が困難なんですけどどうですかねみたいな意見を求められることが多々あります。ただ正直わからないっていう部分なんですけども、実際ですね、カンナのチャンネルでも施術動画であったり、コラボでですね、他の治療院さんの施術を動画に出していたりはするんですけども、施術の効果っていうのはですね、劇的に改善する方は確かにいらっしゃいます、確かにいらっしゃいますし、たった1回ですごいこう良くなるっていう人はいるんですよ、いらっしゃいます。ただ一時的な場合っていうのがほとんどなんですよ。我々の病気や不調っていうのは日々の生活習慣や食べ物、これで構成されています。やはりこう生活習慣が悪い、栄養がちゃんと取れていない、運動ができていない、ちゃんと睡眠ができていないのであれば、どうしてもそこが病気っていうのが生まれるんですよね、不調も生まれます。これはもう肉体的な不調もそうですし、精神的なものも含めて全てそうですね。カンナでもオリジナルのサプリ等を販売してはいますけども、こういったのも治療効果を長引かせるため、治療効果をより高めるために販売していますけども、治療技術だけでですね、患者さんの改善というのは正直難しいです。私個人の思いとしてはですね、こういうことを言うとですね、同業者の先生からひょっとしたら怒られるかもしれないんですけども、治療や施術っていうのはあくまできっかけ作りに過ぎないと私は思ってるんですね。ずっとこう慢性の症状が続いていると、もうその状態を脳が認識してしまって、もうそこから逃れることができなくなるんですよ、ずっとこの状態みたいな。ただそれが施術によって楽な状態を脳が認識すると、こっちの方がいいなっていうことを思って体って改善していくんですよね。ただそれはやはり元に戻ります。人間には恒常性という機能がありますので、こう一定に保とうとするんですね。悪い状態だとやっぱこうずっとこのままなんですよ、なのでこの施術で体が楽な状態を認識して、それを維持するために栄養であったり生活習慣であったりセルフケア、運動とかストレッチも含めてそうですね。なのでそういった部分をすることで症状や病気っていうのは改善していくわけです。なので治療院に行ったから治るんじゃなくて、治療院と患者さんが一緒に治療していくっていうのが本来の考え方ではないかなと私個人は思います。カンナでも必ず患者さんにはですね、次回までの宿題としてこれしてくださいとか、これちょっと変えてみましょうかみたいな提案は必ずするんですけども、そういった部分ですね、日常生活の改善であったり、不足している栄養素を何取ったらいいのかみたいな話までしてくれる先生っていうのは治療効果も高いですし、いい治療院、いい先生である場合が多いですので、そういった部分も一つの判断材料にしていただければいいなと思います。全部で8つですね、治療院選びの際のポイントを5つ、治療院に行かれてからのポイントを3つをお伝えさせていただきました。できればですね、全国各地に定型院ができてですね、あ、ここだ、もうこの県ならこう言ってくださいっていう風に言えたらいいんですけども、やっぱなかなかそうはいかなくてですね、ただ今回お伝えした8つのポイントを参考にですね、ぜひいい先生と巡り合っていただければなと思います。カンナにもですね、ありがたいことに、もう本当はもう遠くは北海道、遠くはもう沖縄のいろんな島から来ていただいたりはしてる、してもらってるんですけども、ありがたいです、すごく嬉しいんですよ、嬉しいんですけど遠いやっぱこう一回じゃ治せないんですよね。何回かやっぱりこう何回か治療してようやく改善しましたねって言ってこうできるんですよ、やっぱね。だからできればこうお近くの治療院に行って、その地域の先生と協力してね、この不調とかを取っていってほしいっていうのが本音なんですよ、正直なところ。できるだけですね、私もそういった勉強会とかセミナーとかで知り合った先生とか、私が開催するセミナーとかに参加してすごい勉強熱心な先生とかを
を定型員とかに掲載させてもらってるんですけども、今後もですねそういった先生はぜひね探して募集してやってはいきます。いきますけども、なかなか全国をカバーするのはね難しいので、相談等もですね動画下の説明欄の公式 LINE からできる限り返信しております。ちょっとね出張等が重なったりすると返信が遅れたりするんですけども、ちょっとその点だけご了承ください。ごめんなさい。はい。なのでそういった相談とかですね、もしあれば定型員の一覧も公式 LINE の方からチェックできますので、ぜひ友達登録していただいてメッセージ等をお送りいただければなと思います。で、今後もですねこういった治療動画や健康情報等を配信していきますので、よろしければ評価ボタンやチャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。僕もねあんまりこう友達が多いわけじゃないんで、なかなかおすすめの治療院探すのも難しいんですけども、でも本当にねいい先生って全国にいっぱいいらっしゃいます。うちなんかよりもはるかにね技術もあって勉強されてる先生って本当いっぱいいるんですよ。僕も勉強会とかセミナーに行ったらもう頭が上がらない先生ばっかりなんですけども、ただそういった先生ってねやっぱなかなか見つけるのが難しいんでしょう。なんでしょうねこれ、難しいんですけども、まあ、ただ今回お伝えした8つのポイントを参考にですね、ぜひいい先生と巡り合っていただければなと思います。はい。